ードシルクチャンネルへようこそ。シルクロードの個人チャンネルでございます。本日の動画はですね、ポケモンカード開封。本日はね、こちらです。こちら25周年アニバーサリーコレクション、ソード&シールド拡張パックでございます。ちょっとね、今この25周年アニバーサリーコレクションのボックスがですね、なんととんでもない動きを見せてます。この間までね、これが絶版ボックスで売っててもそんなにものすごい値段が高いわけじゃなかったんですよ。なんですけど、急にね、バッコーンと値段が上がったんです。なんでだと思いますか？この25周年が上がった理由。確かにここからはとてもいいカードが出てくるんですよ。不思議な尻尾ミュウとかね、特製不思議な尻尾を持ってるミュウはね、結構汎用性高くて、あのサーナイトのデッキにも入りますから、そういうのもね、 UR とかでワンチャン入ってる可能性もあると。確かにそれはわかると。なんとですね、この25周年ボックスからですね、コスモウムとかコスモッグ、まあ、ルナーラ、ソルガレオ、そんなねカードたちが出てくるんですけど、こちらのカードがね、このボックスから出てくるんですけど、こちらです。僕今ね2枚持ってるんですけど、コスモウム、コスモッグの進化コスモウム、その後ルナーラなんですけど、このコスモウムのカード、これがですね、これ今スクエアミラーなんですけど、まあ、ミラーカードですね。高い時はね1万円いってました。なんでそんな高くなったの、コスモウムと。特にね強いわけでもなく、逃げでも重い。なぜこのコスモウムがそんなに値段が上がったのかと、答えはもうすぐそこにあります。これコスモウムの横を見てください。なんか女の子は寝てますね。何を隠そう、この方リーリエです。今リーリエのカードが全て高騰してるんです。リーリエの寝顔が映って、こんなにドアップで映ってる。もはやこれはコスモウムというよりリーリエではないかと、そういったことですね。このコスモウムのこのカード、なんとリーリエがこのドアップで映ってるという理由もあって高騰を見せてるんですよ。すごいよねこれ。コスモウムですからね、主役はリーリエじゃないんだよ。でもリーリエが主役みたいになっちゃってるんだよ。しかも女の子の寝顔が映っている。それはもうみんなが見放すわけはない。こんなカードそりゃ高くなると、そういったことなんですよね。このコスモウムがですね、なんとこの25周年アニバーサリーコレクションに入ってるということで、このボックス高くなってるんですよ。このアニバーサリーコレクション、このねボックスはあのコスモウムが入ってるっていうのも含めて高くなってるんです。えらいこっちゃでしょ。でね、こちら墓剣、大木戸博士の墓剣がね確か入ってるんで、基本的にそこから、まあ、ワンチャンね、あのミュウの UR 引けたらラッキーみたいなボックスなんですけど、さらにコスモウムのミラーを引けたら大勝ちみたいな、そういったボックスになってておもろいんでね、ちょっと今回ねワンボックス、あの家に余ってたんで開けてみましょう。それでは早速ね、25周年アニバーサリーコレクション、こちら開けていこうと思います。ほら、ここにもリーリー映ってるでしょ。コスモッグがね、いやーってコスモッグ泣いてますけど、これもねリーリーが映ってるんですよ。これもねまたあのミラーだったらそこそこいい値段する。ワンパック、ランダムで5枚入りで、ワンボックス16パック入りなんですよね。こちらね、アニバーサリーコレクション開けていきましょう。タッチ、このコスモウムのミラーと、ミュウの UR ですね。不思議な尻尾ミュウはね、やっぱり結構使われるし、何せね、あのミュウの色違いになるわけですから、そりゃいいカードですよ。シングルで買ってもね、満しますからね。それではね、開封していきましょう。開けていきましょう。全パックね、もう開封したので、ままごそっと。じゃあ、見ていきましょうか。それでは25周年アニバーサリーパックから、コスモウムとミュウを狙え。いきます。イベルタルね、破壊の叫び。これ強かったね。相手のバトルポケモンについている特殊エネルギーを3枚まで選びトラッシュする。これね、ミュウデッキに結構刺さったんですよ、イベルタル。あ、不思議な尻尾ミュウ。これの UR が、かなりね、貴重なカードになってますね。ゼルネアス。ゼルネアスのミラーカード出ましたね。これがスクエアミラーっていうやつですね。ちょっとこう四角になってるじゃん。ダイヤモンド型とか四角とか。これがスクエアミラーって呼ばれてるやつです。このエネルギー。グラード、ルナーラ出ましたね。これルナティックピンめっちゃ強い。これ後ろにね、これほらリーリエいるんですよ。相手のポケモン全員にそれぞれ乗っているダメカンの数が、2倍になるように、ダメカンを乗せると。これね、全員にダメカンを乗せるみたいなね効果を持ってるやつがいるんで、それがね2倍になると考えたらめっちゃ強いですよね。ミュウツー V スターとかの V スターパートを一緒に使ったりとか、まあ、他にもね、あのダメカンバラマク系のやつがあったんで、それとね、噛み合わせるとね、このルナーラ結構凶悪だったんですよ。システムポケモンとかね、全員一掃されたんだよね、これで。俺、ロストバレット使ってる時にね、このルナーラ使われたことあるんですけど、結構だるかったっす。ソルガレオ、こちらにもね、リーリエがいますね。コスモウム出ましたね。これは普通のミラーかな。普通のミラー。これのね、スクエアが出れば嬉しいですけど、コスモウム。基本等エネルギー。ホウオウ。リアルガ。コスモウムの普通のミラーですね。波乗りピカチュウ、かわいい。まあ、空飛ぶはよく使われてましたね。波乗りピカチュウはそんなに見なかったかな。相手のベンチポケモン全員にそれぞれ30ダメージ。こういうのとね、ルナーラ合わせたら強いな。超エネ。あ、コスモッグ、泣いてる。ファルキア。墓剣。
ね、大木田博士の墓剣の SR も基本的に、ね、大体入ってるんでね、このボックスは。ザマゼンタ V、炎エネルギー、グラードン、コスモッグ、レシラム、ソルガレオ、水エネルギー、ゼクロム、海洋ガン、これ強い、アクアストーム。これもよくね、ロストと組まれてましたね。ロスト海洋ガンって言われてる、まあ、そのカードですね。アクアストーム、水無色で、自分の山札を上から5枚取らし、その中にあるエネルギーの枚数かける50ダメージ、相手のベンチコートを2匹にそれぞれ与える。2匹ってのはでかいよね、これ。この海洋ガンちょっと使いたいな。イベルタル、不思議な尻尾ミュウ、鋼エネルギー、ルギア、あ、チョキイラストのピカチュウですね。うん、これね、キャタピーとかパーセクトとか意外とね、後ろにいるんですよ。これね、手前がこれ謎の草だしね。ルナーラ、ルナティックペイン、海洋ガ。さあ、基本アクエネルギー、ゼルネアス、ホウオウ、ディアルガ。あ、ディアルガのスクエアミラー、ちょっとスクエアミラーが減ってきたな。うん。多分あとね、2枚ぐらいしか入ってないんじゃないかな。基本雷エネルギー、パルキア、ミュウ。ピカチュウかわいい、ボルテッカー持ってますね。お、ミュウのスクエアミラー出ました。ミュウのスクエアミラー、まあこれは普通に嬉しい。ちょっとここから渋くなってくるかもしんねえな。コスモームのミラー出したいぞ。コスモーム、これ普通の通常版ね。グラードン、コスモック、レシラム、基本水エネルギー、ゼクロム、博士の研究、大木戸、イベルタル、空飛ぶピカチュウ、いいですね、これ大バルーン。次の相手の番、このポケモンは種ポケモンから技のダメージを受けないってね。これルギアとかにも使ってたかな。あ、パルキアとかにも使ってた気がする。空飛ぶピカチュウちょっと流行ったよね、普通に。基本とエネルギー、ソルガレオ、ルギア、ピカチュウの初期イラストのやつ。あー、これね、絶対入ってるんですよ、この SR の墓剣。これ最初さ、墓剣が絶対入ってるっていうのをね、知らなかったからさ、結構驚きましたけど。墓剣、大木田博士ね。こちらは、このボックス買うと、入ってるっていうやつですね。SR の博士の研究。まあ、ほんと汎用カードなんでね、このカードは何枚持つでも嬉しいです。コスモウム、ホウオウ、やばい、ミラーがなくなってきた。ゼルネアス、グラードン、基本炎エネルギー、ルナアーラ、海洋ガ、パルキア、コスモウム来い。ザシアン V いいですね。基本アクエネルギー、リアルガ、ソルガレオ、コスモック、あ、墓剣のスクエアミラーだった。墓剣かー。まあ墓剣自体は何枚あっても正直いいんだよ。デッキいくらでも作れるんで。そうするとっていうことはなんだよ。雷、ミュウ、ゼクロム、あー、ないわー、終了ー。いやー、コスモームの、スクエアミラー出ませんでしたね。いやー、ちょっとこのボックスね、当たり引きたかったんですけど、多分ね、前回前々回みたいな感じでね、このボックス何回か開けてるんで、その時にはね、コスモーム、ミラー、スクエアミラー出てると思うんですよね。その時のちょっと見てもらえると嬉しいんですけどね。まあ今回のこの、25周年アニバーサリーパックの中ではまあ外れの方かな。コスモームの、通常ミラー、これが3枚ね。バランスはいいですね。やっぱね、このミラーかなりね、貴重ですね。コスモームのミラー僕2枚あるけど、まあなかなか出ないね。この SR の大木戸のこの墓剣、結局何枚持ってるんだろう。でもね、シングルでもこの墓剣は安い方ですね。数百円で買えます。なのでね、皆さん、まあやっぱりポケモン初期からやってる人はね、大木戸博士好きだと思うんでね、この、まあ大木戸博士のこの墓剣をね、好んで使う方もいると思うんでね、安いし、まあ強いしで、このカードいいカードです、本当に。他にもね、マグノリア博士だったり、まああと七カマド博士もあるな、荒ラギ博士とかもいるかな。墓剣の中でね、まあ僕はマグノリア博士をよく使ってるんですけど、やっぱり大木戸いいっすよね。うん。初代ポケモンをやってる身からすると。はい、ということでね、今回の、ボックス開封以上になります。25周年、アニバーサリーコレクション、なんで最近高騰してるのという謎にね、迫った開封動画になりましたけど、真相といたしましては、まあ普通に不思議な尻尾を持っている、ミュウの UR が強い。そして、かなりレアリティが高いと。で、ボックス、まあ開封して、まあ、UR なんでね、そんなに頻繁には出てこないっていうのが、やっぱり高騰してる一個の理由としてありますけど、何より、コスモーム、スクエアミラー、リーリエの寝顔が映ってドアップなので、リーリエちゃん可愛い、そういうことで、値段が上がっております。最近のリーリエのね、この値段の高騰の仕方っていうのはね、恐ろしいものがあるんで、俺結構前に見た時にね、ガンバリーリエが40万ぐらいで売られてたんですよ。40、50万ぐらいで。PSA 10とかになるとね、今数百万しますからね。びっくりしましたよ、マジで。そんな違うかってぐらい。シングルでだってね、7、80万で買えてた時代がもう懐かしいですからね。昔なんか、大会の、商品みたいな感じでガンバリーリエが配られてましたけど、ね、今考えると鬼のような景品ですよね。
いやーリーリエやっぱすげえっていうね、そういったことがわかる、ボックスなんじゃないでしょうか。まあ本当にコスモームに映ってる寝顔のリーリエが入ってるっていうのでこれ上がってますからね、高騰してますから、すごいよマジでリーリエすごい、そしてポケカすごいということでね、この動画を締めくくろうかなと思います。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。なんでこのカードが強いか、なんでこのカードが勝ち上がってるかみたいなのもちょこっと話したりしてるね、動画もいくつかありますのでぜひともご覧くださいということで、それでは。